トレーニングナイフを買いました。コールドスチール、これはモロハタイプ、まあ、ちょっと刃が分厚いですね。まあ当たっても痛くない、はい、いやもちろんバーンって当たったら痛いよ。ですからまあ刺さることはないでしょう。切れることもないでしょう。こっちも買いました。こっちはね、片刃ですね。こっちの刃だけのタイプ、コールドスチール製です。これは片刃タイプ。まあまあこれもやっぱ刃がねない、まあというか刃が分厚い、まあ、ほんとトレーニングするためのやつなんですね。もう一個大きいの買いました。トレーニングなんだっけ、アックス、斧ですね。 Oh no、 斧です。大きいね。金属じゃありません、これもね刃がやっぱ分厚い、まあ刺さることはないでしょう。痛いけどね、これはかなり痛いと思うよ。コールドスチール製です。この2つのタイプとこれと同じメーカーさんが作ってるんですね。これは結構大きいですよ。ウエシガシャンガシャンガシャンみたいな感じで使えます。このくらいの大きさがあるとなかなかビジュアル的にかっこいいですね。これだからあれか、サバゲとかでこう後ろに背負ってやる人もいるわけだ。なかなかいい感じの刃物が揃ってまいりました。イエーイ、カンチャン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 、焼肉屋さん。